皆さんこんにちは。このチャンネルは私が実際に行ったサウナについて感想を交えながら紹介していくチャンネルです。動画の内容が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのは東京京王多摩センター駅にある極楽湯さんです。極楽湯さんの魅力を一言で表すと、灼熱の蒸し風呂で味わえる究極の蒸し焼き体験です。では紹介行ってみましょう。東京京王多摩センター駅から徒歩9分のところにある施設になります。なんとこの施設、あのキティちゃんとグデタマがいるサンリオピューロランドの隣にあるんです。夢ふわ空間の隣にこんな灼熱の空間があるなんて、なんと不思議ですよね。冬は駅周辺のイルミネーションがかなり豪華な場所になっているので、サウナ関係なしに冬に行くのおすすめです。はい、施設に入ったら券売機で券を買い、受付でバンドをもらいましょう。1階が食事どころと休憩スペースで、2階がお風呂になっています。準備ができたらいざ浴場へゴーです。はい、大浴場です。ザ・スパ線という感じで、かなり広々とした作りになっています。大浴場は天然温泉の他に、ジェットバス、シェイプアップバス、電気風呂があり、露天風呂には岩風呂に炭酸泉、寝湯など、かなりお風呂の種類は多く、サウナ以外でも十分に楽しめる施設になっています。ここの炭酸泉が普通の炭酸泉ではなくてですね、金色の炭酸泉といって、黄金に光り輝く温泉になっているので、かなり人気の温泉になってます。サウナ後にここでまったりするのが僕のルーティンになってます。はい、お待ちかねのサウナです。サウナはかなり広めの3段タワーで、遠赤外線型のサウナになっています。温度は90度、収容人数は25人ほどとなっております。遠赤外線型に加えて、奥の窓側に対流式ストーブと走行口がついていて、30分ごとにオートロウリュが楽しむことができます。そこまで水の量は出ないですが、定期的にオートロウリュがあるおかげで、茶室内が高い湿度で保たれていて、十分に満足できる茶室でした。時間帯によっては人の出入りが多く、入り口付近は少し物足りなさを感じることがあるかもなので、なるべく入り口から遠いところがおすすめかなと思います。たまにサウナイベントで温度が100度超えの日とかもあるので、行く際はホームページを確認すると良きですね。はい、次は水風呂になります。水風呂は広くて深さもあって、かなりクオリティが高い水風呂になっています。温度は17度、収容人数は10人ほどになっています。温度よりも冷たく感じられて、水風呂周辺の空間はかなり広めにあるので、かなりゆったり入れる水風呂で、すごく落ち着きますね。はい、長年連れ添った彼女のような安心感が感じられる水風呂になっています。はい、次に外気浴です。露天風呂に整う椅子が6個くらい置いてあるので、そこで整うことができます。露天風呂の通路っぽいところに置いてあるので、人が横を通ることが多いんですけど、まあそれを全く気にしないほど落ち着いた雰囲気と、心地よい風で施設と一体化しそうになりますね。はい、ピューロランドではしゃいでる声はさすがに聞こえないので、はい、安心してください。はい、実はこの施設もう一つサウナがあるので、そこも紹介しますね。ちょっと読み方が合ってるかわかんないんですけど、横蒸し風呂という古来から伝わる蒸し風呂に天然ハーブを用いたスチームサウナのような施設です。ちょっと読み方違ったら申し訳ないです。はい、温度は60度、収容人数は8人ほどになっています。ここの蒸し風呂かなりハイレベルな蒸し風呂で、もう熱気と湿度がえげつないことになっていて、もうドライサウナよりも汗かけるんじゃないかと思うくらい暑い蒸し風呂になっています。茶室はハーブのいい香りが充満しているので、かなり落ち着く空間な一方で、も一瞬で汗が吹き出してくるので、もう気持ちよく汗をかくことができます。ただドアを閉めるときは天井についた灼熱の水滴が落ちてくるので、ドアが閉まる瞬間はちょっと身構えた方がいいですね。はい、で入るとき出るときはそっとドアを閉めるようにしましょう。茶室、水風呂ともに広くてゆったりとした空間でサウナを楽しめるのに加えて、灼熱の蒸し風呂や金色の炭酸泉も楽しめてしまうという大満足セットを味わえる施設になっているので、機会があればぜひ行ってみてください。以上、極楽湯さんの紹介でした。また次回のサウナ情報でお会いしましょう。バイ。